市原英二の花万歳今日は花が終わった胡蝶蘭をきれいに咲かせる方法を松村養老さんのキングアムビリスを紹介しながら解説したいと思いますそれではどうぞ こんにちは市原英治の花万歳今日はですね何をするかと言いますといやーもうちょうどね、えー、この時期6月いっぱいで、えー、母の日にもらったミニコチョーランそうなんですよもうぼちぼち終わってきませんかそうなんですそこでじゃあこの、えー じゃーんね、この母の日でもらったミニコチョウラン、どうするの、えー、ぼちぼちお花も終わってきて、えー、今日はどうしたらいいのっていうお話ですね。えー、こちら、花でまり、えー。母の日で終わったコチョウランぼちぼち、どうするのっていうことですね、えー。これをね、今日はやりたいなと思います。えー、その前にですね、 えー、このミニコチョウランの、えー、からくり、えー、これをねちょっとあのどういう風にして今のミニコチョウランは育てられているかっていうのをざっくり説明したいと思います、えー、これはですね今ミニコチョウランっていうのはもう絶対、えー、覚えておいてほしいのが原産地はどこなんですかっていうことなんですよ、えー、やっぱりこれ東南アジアそうなんです 東南アジアの気候って言うとやっぱり、えー、もう上はね暑いけど30度ちょっとぐらいでベスト気温っていうのは25度ぐらい20から25度ぐらいの気、えー、のところにくっついたなんていうんかな着生卵と言います、えー、このね、えー、こういったコチョウ卵が木にくっついてるんですよ こういう風な感じで、もう原生林でね、筋、え、肉、ー、ついたりしてます。そして、まあ言うてもこんな感じでね、筋肉ついてるわけ。こういった形で、えー、こういう感じで筋肉、えー、ついています、えー。こういった形で、あのー、このコチョーラ、ミニコチョーランっていうのは、えー、原産地ではそういった形で。 育ってるんですよと木にくっついて育っているんですよっていうのをまず頭に入れていただきたいんですそうなんですそしてもらったコチョどうするのっていうことでもうこれあの自然開花は4月から5月っていうことなんですよそして大体いい花が終わるのが、えー、7月までに終わってしまいます そしてまず真っ先にしなくちゃいけないのが一番目、選定なんですよそしてあと、どうして管理したらいいのっていうと、えー、水苔栽培や今、バークっていうのは木の皮なんですけどこういったえ先ほども言いましたけど木にくっついてるんですよともともとはということで限りなくえ原,原産地に近い状態の。 えー、栽培に近い状態で育てるためにバーク栽培っていうのが近年出てきていますそして、えー、向こうはねシャワーが1週間に1回でもバーンバーンと振ってあとはちょっとネチネチネチっとした感じで、えー、ずっとそういった形枯渇栽培といいまして1週間に1回水をしっかりやってもらうというね この3つをきちっとすれば絶対に咲きます。今からですね、今日はですね、えー、まずは最新の誇張欄を今日は説明させていただきまして、そしてその最新、この最新の、えー、誇張欄、ミニ誇張を理解していただけたら、えー、あと、あどういうふうにしたらこんなに素晴らしく咲くんだなっていうのを分かっていただけると思います。今日はですね、 えー、母の日にもらったコチョウランどうするのっていうことで、えー、最新品種のコチョウランの説明をしながら今日はですね解説していきたいと思いますそうなんですこれ見てくださいじゃんきれいでしょうきれいはきれいでもあれ普通のミニコチョウランやんかって思うでしょところがこれ見てくださいこれ1株でたった1株で えー、こんんだけ花がいいているんですなぜでしょうか見てください、これ、すごい株でしょ。見てもらったら分かるんですけど、これ、1株で、こんだけ、すごい株。これ、たった1株です。えっ、ー、と思うかもしれませんけど、これを何かと言いますと、じゃーん、松村洋蘭さんのキングアマビリスです。プレミアム キングアマビリスと言います、えー、このコチョウランはですね何がすごいかというと先ほども言いましたけど、えー、従来のコチョウランの栽培方法っていうのは、えー、こういった形で1、えー、株で一輪っていうかなブワッと咲かせてそれを寄せていくものなんですだいたいこの1株で1年ぐらいで咲かせてそしてきれいに出荷していく っていうサイクルなんですけどこの松村洋蘭さんこれ見てください農業対賞も取られてますが、えー、これ普通のコチョウ蘭の栽培方法に比べて10ヶ月以上栽培期間が長いんですそうなんです何をしているかと言いますと綺麗、えー、にね 剪定もしていることながら、見てください、この株の充実度合い。すごいでしょこれ一株ですから、えー、これを、これぐらいの株の充実度合いにすれば、えー、確実に余け咲きます。つまり、この胡蝶蘭っていうのは、この株がめちゃくちゃ大事なんです。そして今ね、このキングアマビリス、言いましたけど、 これぐらいの株にしてほしいんですよ。えー、これね、例えば、これはね、モテギヨーランさんの、えー、ものなんですけど、見てください。だいたいちょっと牙になってきたものは、もうはず、病気じゃありませんので、もう、あの、要は新陳代謝、葉っぱと新しい花の入れ替えになりますので、えー、汚い葉っぱがあったら、 あの取ってくださいねこれぐらい花が終わりますと後ろ見てください、これ見てください、この株、えー、これぐらいのしっかりした株が、えー、例えばこれも茂木ラ蘭さんも同じような栽培方法です通常だったら、えー、これ1年で出してしまうところをこの茂木さんも半年以上長くこのコチョーランを持たしてそしてこれ見てください。 茂木、えー、さんもねこれ今ちょっと開けますけどこっちも実は水苔きは上にかぶしてるだけなんですけど実はですねあこ、怖 <laughs> 見てくださいこれバーク栽培これこれが木の皮なんですよ音落ちるけどもねこれが木の皮。こういった形で栽培しておられます、えー、そしてね何がすごいかというと見てくださいこのこれ元気なあのね 僕、正直言います。これ、誇張なんて、正直、エアプランツみたいなもんやと思ってください。えっ、ー、と思うかもしれないけど、こういった木にね、あのー、実際ね、東南アジア行ったら、こうやってくっついとるんですよ。こうやってくっついている。ね。そしたら、どこで息してんのどこで栄養分もらうのってなるでしょ。空気中からこれ、この、言うたら元気な、この、 下の葉っぱっていうかな、葉っぱの下のこのね、根っこがもう元気満々。だから実際には、これぐらいのね、木の皮で、あのー、くっついてるとするならば、これぐらい葉っぱが元気で、この根っこがグーンと育ってるものが、やっぱりたくさん花をつけれるんです。ええー、と思うかもしれないけど、 だから、これ、見てください。10ヶ月以上、この松村さんの、えー、このキングアブミリスはですね、葉っぱを、えー、これぐらいす、ガーッと成長させて、見てください、これ。この、ね、この間から、すごい、こんだけの <laughs>、えお花っていうか、さっきお花見せてないんですけど、もう株ばっかり見せてますけど、これぐらいの株に育て上げる。 これが大事なんですよこれがもうキーポイントなんですえー、これねあのー、先ほども言いましたけどまずはこれ花が終わったら剪定じゃあ剪定どうしたらいいのえー、このね例えばえー、1つ目2つ剪定のやり方があります例えばこの根元に近いところでポーンと切ってまう これでいいんです。えー、これで、例えば、えー、これ、水苔ついてますけど、この水苔にポットでもいいし、もしくは色、あの上、上軽くもう水苔乗せて、こういった形ですね。これでいいんです。で、こういった形でもう置いといてもらうだけ。それを週に1回。 えー、たまにね、活力剤であるとか、えー、リキュラスであるとか、液体肥料であるとか、そういったものをやっていただいたらいいです。そして、これで、あのー、もう普通に管理していただく。で、これで、ちょんと置いてるだけと面白くない人は、えー、これね、取ってやって、こういった形ですね。木のあれに壁掛けみたいにしてやって、こういった形で、 えー、飾ってあげる。ただし、えー、一週間に一回、ドーンと水は入ります。こういった形で管理してあげる。えー、これ、まず一つ目の剪定方法は短く切っちゃうんですね。で、今度は、二回、年内にもう一回咲かせたいよね。もう一回25度ぐらいになる時期があるんですよ。え、いつなのってなった時に、そうなんです。 秋にもう一度咲くチャンスがあるんです。これね、見てもらったらわかるんですけど、ずーっと見てもらったらわかるんですけど、ここをね、下からアジサイの時と一緒で、必ず、こう、あの、見てもらったらわかるけど、こういった形で節があるんですよ、ほら。こういった形、節、節。えー、この節ですね、下から数えて、1、2、3! ダァアントニオ猪木かっていう感じですか。ここで切ってやってもいいです。ここで切ってやっていい。例えば、えー、これ。えー、これが一番わかりやすいかな。これね、モテギさんのやつはすごいですよ。これね、もうこれ、この節目あるんですけど、どこで切ってもいいんですって感じ。 もうね、この節がね、もうめっちゃでかい。そしてこれめくってやりますと、もうここから、ここをめくると、あの、ここをね、めくってあげると、もうここでももう出てますわ。はっきり言うて。だから、これね、下から数えますと、1、2、3、4ってあるんですけど、今年咲かせたい場合は、この節の一番元気そうなところの上、 えー、4かぐらいのところで切ってあげると、えー、完璧やと思いますいもう思い切って今日切っちゃいましたええー、と思うかもしれないけどこんな感じ1節目ね1234まあ4つの上で安全牌でこうするとこの剪定ですとこっからまた さ、あ、ここですね。ここからまたピュッっと咲くと。ここのところから芽が出まして、あの、アジサイのイメージですね。こっからピューンとまた花が咲くことがあります。だからこっちもそうなんです。ただしね、あなたもキングアナビ、アマビリスにしたいっていう方は、どうするのっていうことなんですよ。え、僕、私も、このキングアマビリスみたいに、 白株でで5本咲かせたいい人てるでしょそうなんですその人は何をするかというとできるだけこの下の方えー、っと思うかもしれないけどもう切っちゃいましたはいこういった形短く切っちゃいましたそして何を重視するかというとこの葉っぱ見てください、えー 1>, 1段2段3段となってますがこの株を充実するように一生懸命頑張っていただきたいんですそしてこの根っことこの株それをどうやって育てるかといいますともうこれポンとこの状態、えー、中はもうバークが入ってますのでこっちはバーク栽培、えー、これを1週間に1回たっぷり水やるだけ それで、えー、頑張っていただけたら嬉しいです。えー、こちらですね。あの、7月までに今みたいに選定しますと、ひょっとしたら、あなたも、キングアマビリス。ただし、キングアマビリスは、1年持たせてください。そして、どういった管理するかというと、それは温度のみです。15度以上の管理をして、えー、今度次に、 咲くチャンスっていうのは、低剪定の場合は秋に、えー、25度ぐらいになりますので、もう一度咲くチャンスあります。そして、強剪定。今めさっきみたいに短く剪定してしまって、なんとか、もう喫茶店でもいいです。あの、知り合いの喫茶店の方でも、ちょっと置いといてなと。それでも構わないです。そして、この25度ぐらいの来春の え母の日ぐらいにあなたもキングアマビリスができるかもしれないということなんです、えー、剪定がえ終わればもう簡単です1週間に1回の水やりそして栽培方法は水苔栽培とバーク栽培っていうのがあるんですけど、えー、水苔栽培の場合は水苔栽培の場合はですねあのー、ここね あの水をやりすぎると腐る場合があるんですよ。それが怖い。だから、あのー、このコチョウランっていうのは絶対にちょっと菌が入ると腐っちゃうんですこれ。ね。菌が入ると腐る可能性があります。ということでできれば頑張って枯渇栽培っていうんかな割と乾かし気味ほったらかし気味の管理で。 この株の充実を測ってください。もう、キングアマビリスにするにはもう株株株。これが、このコチョウランの栽培方法のヒントです。え、そうしたらこれ、もう一個ね、よく聞く話なんですけど、これ、植え替えなくていいのってよくあります。例えば、 誇張欄もらった時にこれが3つプラモデルみたいに123ってくっついてるだけですだから基本的にはその123ってばらしてもらってこういったところであの入れ替えてもらってこの状態ですく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 頑張って育ててみてくださいそしたら最後にあなたも来年の母の日にジャーン こういったキングアマビリスにできるかもしれませんそれではね今日はですね、えー、この辺で終わりたいと思います、えー、頑張って早めの剪定もう剪定終わらせてあげてくださいひょっとしたら秋にちょっと咲くかもよ チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日のご視聴ありがとうございました。